ムゴさん、ムゴさん、ムゴさん、ふざけないでください。俺は今もうブランコに夢中なの。食べますよ。どうした？今日なんか呼び出して、なんかあんのかい？そろそろちょっと限界があるんですけど。どうぞ。ムゴさん。あ、何？ちょっと、ま、止まってくださいよ。何？ちょっと待って、ソープ、ちょっと待って、あ、もう今、気づかい。もう太りすぎて全然止まれないじゃないですか。どうした？最近俺のこと足使いすぎじゃないですか。俺が車持ってるからって。そんなに使ってないでしょ。いや相当使ってますよね。俺、はい、足してます。俺のこといつも来てくれるからっつって。いやもう恋じゃないですか。いや、都合のいい時だけ泊まりに来ていいよとか。いやそういうわけじゃないの。都合のいい時だけ泊まりに来ていいよとか。俺の車乗ったらのはいいんですけど、乗ってすぐ空調変えたり窓開けたりシート倒したり寝たり。寝てはね。何なんすかマジ。いや寝てないから絶対あれ。向こうさんみたいに。じゃあ、あれはね、なんだっけな。あれは目つぶってるだけ。いや向こうさんみたいに直接言わない感じは嫌なんで。俺はもうこの面と向かって言おうと思って。俺みたいにもう物申してきたか。ついに。そろそろ言おうと思って。だいぶ向こうともそういう風潮が伝染した。まあなるほどね、登録者は少ないですけど、はいはいはい、同じチームの仲間として、まあ、同じ向こうずね発足させたね、ね仲間と初期メンバーとしていたいんですけど、もう1年2年経ちますけど、足で使った記憶がないけどな。俺が運転するとき寝るのやめてください。前寝てない。最近寝てないから。昔は寝てた。昔は寝てた、はい。もうね忘れもしない。関西遠征。あったね。関西遠征。なるほど。いや、やっぱね、面と向かって言ってくるのがいいね。ちょっと俺もなんかその心はちょっとなんかちょっと翔平君だから許されるみたいな。そろそろそういう感じの。そろそろ俺の方が一個下ですけど、鉄拳が入ります。俺もちょっとそんな右腕そんな使いたくないですけど。なるほどね。はい、まあちょっと向こうずの代表としてね、ちょっとね、今回翔平君にちょっとね謝りたいですね。本当そろそろちょっとこれまさか動画に流すの当たり前じゃないですか。もうやめろや。公開です。公開しますよ。マジか、はい、まさかの今日も気づいたら埼玉まで俺。いや翔平君帰る道や。いや遠回りです。東京にとりあえず来させられて、ね、家まで来させられて、そっからねディズニーの方まで行かされて、で戻ってきて、また気づいたら埼玉になんか。確かにね。俺家帰れます。今からアリーナ行かないといけない。とりあえずこのバット持っていくわ。いや、それ俺のだし、それ俺の。そう。人のものをね、勝手に自分のものですね。やめてください。翔平君のものは俺のものっていう。マジやジャイアンじゃないですか。あ、けどオレンジじゃないから、ね。ちょっと。そう、ドラえもんじゃないですか。僕ないけど。はい。まあ、ちょっと結構俺が。もらったもんとか俺のものを勝手にパクって気づいたら着てるとか、まあ、おいくんのやつも着てますよね。着てない。あれを返すから。なんであれ人のものを自分のもののようになんか使ってんすか。ファミリー感があるから。ファミリー感。俺の地元ってそんな感じだから。まあそういう感じでね、今後もちょっとねやっていこうかなと思ってます。結構やばいっすよね。やっぱりね、親しき中にも礼儀あるという。礼儀なしっすね。まあその言葉はちょっとね胸に、今後もね、そろそろ翔平君と付き合っていきたいと思います。いや、皆さんあまり勘違いしないでください。いや、もう本性を暴いてやろうと思って。本当に。オッケー。じゃあというわけで、今回、Z でした。持って帰ります。いや、こら。よし、埼玉ありんだけど。いや、よし、行こう。やばいっすよ。皆さん、視聴者の皆さん、よろしくお願いします。向こうでした。舐めすぎ。